にしても今日は大繁盛ね。 Greetings, my dear viewers, and welcome back to 超電撃 Striker. Let's continue. ああ、風見がお客を運んでくれたのかもしれんな。お隣さんはいい人ばかりだから乗客になってくれるぞ。うちらも貧乏だから毎日は寄れねえけどな。コーヒーぐらいは飲ませてもらうさ。ありがとうございます。でも結城とこの人たちが知り合いだなんてね。私も驚いちゃった。実は凛ちゃんとお隣さんなんてすっごい偶然だよね。偶然も必然よ。きっと何かそういう縁があるのね。私そうかもしれませんね。何かに導かれるように俺たちはここにいるのかもしれません。でも本当に楽しいです。あの方もここにいればいいのに。 He? Is she talking about that mirror guy? あの方？ああ、今ここにはいない連中もいるからな。本当に大人数なんだな。大変そうだ。大所帯で暮らしてるなんて聞いたから驚いたけど、この人たちなら心配ないよね。はい、皆さんとてもいい人ばかりです。ちびっと鬱陶しい奴もいるけどな。誰かに聞かれても知りませんよ。私も同意しておきますが。そうやって話すのもいいですけど、うちのコーヒーも飲んでくださいね。本日限定のサービスよ。お、助かるぜ。じゃ、食い物でも注文させてもらおうかな。オラもそうするべ。あ、では、私はこれとこれとこれを一つずつお願いします。とりあえず一番安いこのサンドイッチ。くそ、なんかうまそうなもんが並んでるのに。なんだよ、いきなりでかい声出すなっての。リンがナポリタン食ったるべ。うお、マジかよ。リン、どこにそんな金があったんだよ。んだよ、稼ぎ口があるんなら俺にも教えろって。こっちは毎日屋台を引きずって腰が痛んだからよ。か、稼いでいるわけじゃないんですけど。教えろって。内容に言っちゃ俺も一口噛ませてな。What's that? What was that noise? 頭が割れる。普通に使うなってバカ野郎。トンチンカ、お付き合いってものがあるでしょ。Oh, was it Hiko who did that? Who made that noise? この分からずや、いい？横暴だぜ。ヒルコ様。So her ability is to give people a tinnitus, huh? What a horrifying ability. リンは周りに溶け込まないといけないのよ。みんなが食べてる時に一人だけ水飲んでていいわけないでしょ。それくらい察しなさい。いつも変わらず賑やかですね。賑やかなのは仲のいい証拠ですよ。迷惑ではありませんか。一応は抑えているつもりなのですが、どうにも限界がありまして。俺は構いませんよ。楽しそうでいいじゃないですか。いやはや、あなたが理解のある方で助かります。実を言うと最初の頃は怒鳴られるのではないかと不安で。ああ、気持ちはわかりますよ。俺は角部屋でしたけど、お隣がどういう人か不安でしたからね。気持ちいいお隣さんでよかった。末永く紳士的にお付き合い願いたいものですな。ええ、まったく。今日会えたのも何かの縁です。私が出すので何か注文されませんか。気持ちだけ受け取っておきます。さすがに悪いですから。そう言わず。リンさんは私たちの娘みたいなものです。異国の地で不安な彼女と親しくしてくれたあなたにお礼がしたいんですよ。春菜さんも遠慮しないでくださいね。ここは私のおごりだと思ってください。いえ、自分の分は自分で払いますから。それに、なんていうか、リンちゃんとは余計なものなしで仲良くなりたいんです。だから遠慮させてもらいます。いらねえのなら俺が注文させて。いたた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 、頼むから少しくらい隠せっての。悪い子にはお仕置きよ。お待たせ。
料理を持ってきたわよ。まずはみんなが注文してくれた料理で、次は他の人のコーヒーサービス。これは結城の分、全部残さずに食べなさいよ。俺はナポリタンなんて注文していないぞ。今日は特別。それ食べたかったんでしょ。確かにそう取れる発言はしたが、細かいことは気にしないの。前に面倒な客を追い払ってくれたこともあったし、お礼代わり。さやかは素直じゃないね。お父さんは黙ってて。もう今日は新しいお客さんも来てくれたから大盤振る舞い。気に入ってくれたら次もひいきにしてくださいね。もちろん売り上げに貢献させていただきますよ。紳士としては当然のことです。さあ思いっきり食ってやるとするか。ほらもだ、バリバリむしゃむしゃ食いあさるべ。お二人の分はないんですけどね。随分と遅くなってしまったな。 We talked for hours. By the time things started winding down, it was already dark. I hadn't seen Jack since that morning and I was a little worried. Though reluctant to leave, I knew I couldn't stay forever. The light was on in my room. I figured he got something for lunch. I hoped he hadn't waited for me. As long as he didn't go feral like before. 今帰ったぞ。腹を空かせていな。A powerful stench was wafting through the room, different from the one before. It was like the wrath of nature itself. Like the stench of a swamp in the deepest jungles. What's he doing?Or rather, what's she doing? Striker body blow!えぐるように打つべし。お帰りであります。こんな毒物を飲むな。寝込むだけじゃ済まないぞ。戦車の命の水が。アンブロジア、逆に奪われるから。昼から姿を見かけないと思えば何をしていたんだ。親方様がいけないのでござるよ。俺が理由を聞かせてくれるか。拙者は忍者でござる。忍者は主人を守る間、何者にも居場所を悟られてはいけないのでござるよ。なるほど。そのため周囲に溶け込んで親方様を守る必要がありまする。そして拙者はその術を持っているでござるよ。なるほど。つまり何が言いたいのかと言いますと、喫茶店に充満する匂いに我慢ならなくなったでござるよ。Oh, he was there the whole time? 近くにいるのなら声をかけるものだろう。それでは拙者の役目が果たせないでござる。そこまで律儀にしなくていい。お腹が空いたのなら普通に出てくればいいだろう。そうは言いますが、親方様は敵から狙われている身、誰かが守る必要がありまする。現状では気づかれておりませぬが、いつまでも平穏は続かないもの。警戒は怠ってはいけないでござりまする。親方様が平時を過ごす間、拙者は影となってお守りする必要がありまする。そのためには、そのためには、そのためには。夕飯食べるか。本当でござるか。冷蔵庫には何もなかったでござるよ。わかったわかった、わかったから飛びついてくるな。この袋は何でござるか。一文字に無理を言ってお持ち帰りにさせてもらった。全部食べていいぞ。これは喫茶店から漂ってきたかぐわしき匂い。拙者をアパートまで戻らせた魔性の料理でござるよ。親方様、これを全部食べてもいいでござるか。
そのために持って帰った。昼の分を用意できなかった詫びも兼ねてる。感謝感激雨あられでござる。親方様の懐の広さは天下に轟くほどでござるよ。大げさだ。奮発したんだから大切に食べろよ。合点承知。麺の一切れまで残さず食べるでござる。おいしそうでござる。おいしそうでござるよ。そこまで喜ばれると逆に驚くな。親方様の心遣いを丸ごといただく所存であります。いただきます。見事な食べっぷりだな。I guess it was worth it to buck Ichimonji for the second portion. It was just a sample portion, but while it might not fill him up, I was sure it would satisfy. While I'm waiting for Jack to finish, maybe I'll get ready for the bath. ごちそうさまでござる! It was? お、早っ! お腹がいっぱいになったら眠たくなってきたでござる。一気にだらけたな。親方様、おやすみなさいませ。寝るな。今日は銭湯に行く日だろう。今日はいいでござるよ。今日こそは連れて行くからな。拙者、川の流れで身をすすいでいるからいつも身綺麗でござるよ。いいから来い。まったくお前はオンとオフの切り替えが恐ろしく激しい性格だな。一流のプロはきっちりと切り替えていくでござる。多分それ二流だ。ほら、いい加減に自分で歩いてくれ。ああ、行きたくないでござる。行きたくないでござる。I guess he's carrying her. おばちゃん、お金はここに置いとくから。え、なんだって？お金だよ、お金。そこにあるだろ。ああ、はいはいはい。年末に聞く除夜の金は格別ですな。 Apparently not。 あ、相変わらずだな、このおばちゃんは。ああ、ついに来てしまったでござる。お前、俺と一緒に風呂に行くの嫌がるよな。まさかと思うが。A girl? なんでござるか？まさか。風呂が嫌いとかって言うんじゃないだろうな。そんなことはないでござるよ。拙者、故郷のアラスカではいつも銭湯に入っていたでござる。I thought you are from Dallas. But I think she said that her father is from Alaska. So maybe...She grew up in Alaska and then moved with her mother to Dallas or something like that. I don't know. Alaska? Texas じゃないのか? Yeah. いや、そもそもテキサスやらアラスカに銭湯はあるのか? あると思えばある。ないと思えばないのでござる。なんだその禅問答は。とにかく行くぞ。What, is it a religion or something?親方様は意外と強引でござる。あれ、もしかしてヤマト君？その声は。ああ、やっぱりヤマト君だ。Oh, yeah, that's right. They wanted to go to the public bath too. タイミングがいいわね。もしかして待ち構えていたとか？ I wonder if we'll get some fan service.その行動にどういう意味があるのか理解できない。そういえば風見も一緒に来るという話だったような気がするが。リンちゃんたちちょっと遅れてくるって。こうも勝ち合うとは思わなかったけど、もともと行く予定だったしね。それより知りたいことがあるんだけど。ヤマト君の隣にいる人って誰？名前はジャック。俺の同居人だ。ルイは友を呼んでるのね。変わった格好って妙に可愛いわね。そうでござるか。拙者リリシー系の顔立ちと自負しておりまするが。いいから自己紹介しろ。これは俺の旧友だ。そうでござるな。拙者親方様にお仕えする忍者でござる。本来は姿を見せてはなりませぬが、
今回は特別サービスでござるよ。忍者、まあ深く突っ込んだらいけないのよね。やっぱり忍術とか使えるんですか？ She sure can. 当然でござる。あるな。コスプレなんだから実際に使えるわけないでしょ。そうだよね。なんだか本当に使えそうな気がしちゃって。何をおっしゃる。拙者はテキサス。親方様、なんでござるか。どこで誰が見ているかわからないんだ。敵に気づかれないように自分の正体は隠しておけ。失念、合点承知でござる。頼むぞ、お前の身にも危険が及ぶんだからな。ヤマト君、どうかしたの？いや、何、口にケチャップがついていたからな。ナポリタンが美味しすぎてついがっついてしまったでござるよ。本当？出来たてはもっと美味しいから今度食べに来なさいよ。金銭的な余裕があればな。本当切実よね。それでは拙者先に行っているでござるよ。待て、逃げるな。お前は俺と一緒に行くんだ。それにしてもこんなところに銭湯があったんだね。古き良き大衆浴場、実家では入る機会もなかったが、そう悪いものではない。最近は少なくなってるし、ちょっと寂しいね。その分私たちが独占できると思えばいいじゃない。ああ、今日は空いているようだし、肩まで使って長湯できそうだ。そうだよね。うん、私ものんびりしちゃおう。さて、ジャック、そろそろ入るぞ。合点承知でござる。お前たちも湯冷めしないようにな。うん、ヤマト君こそちゃんと温まらないとダメだからね。バンダイ、金はここに置いておくぞ。はいはい、いつもありがとさんね。拙者もここに置いて。あら、ん、足りなかったか。その子は確か、あ、テキサス忍法還元転結の術。What? はあ、へえ、任務完了でござる。何やってるんだお前は。早く脱がないのか。体が冷えるぞ。拙者はなんだ、まさか着替えがないんじゃ。テキサス忍法サボテン隠れの術。うわ、たたた、裸、今回は裸だから。親方様、拙者のことは構わず先に行って。いい加減にしろ。どっと疲れた。お、本当に空いているな。次からこの時間帯を狙うとするか。子供が多い時間帯は大変だからな。これだと思う存分に湯船を堪能できる。ジャック、早く入ってこい。拙者は後でもいいでござる。いいから入れ、体が冷えるって言ってるだろう。何をヨタヨタしている。いつもの機敏な動きはどうした。タオルを巻いているゆえ動きが制限されているでござる。だったら取ればいいだろう。ほら、タオルは湯船につけるものじゃ。どうして俺の手を避ける。拙者は忍者でござりまする。ズバリ反射でござるな。わかった、じゃあ次は避けないように。もう一回。反射でござる。そうかそうか、反射か。だったら仕方ないな。ご理解していただき、拙者は感激でござる。ん？テキサス忍法合流、瞬速の舞。Blink dance。避けたな。What did he do? どうしてタオルにこだわるでござるか？教えてやろう、ジャック。湯船にタオルをつけない。それは戦闘の掟だ。掟破りこそが忍者の役目でござるよ。やるな、ジャック。親方様と対峙する時が来るとは思わなかったでござる。決まりは守らなければいけない。特に戦闘では。拙者もこれだけは譲れないでござる。たとえ親方様が相手だとしても。いいだろう。お前を倒した後、この俺が戦闘の奥深さを一から教えてやる。行くぞ、ストライカーシステム。そう、うるさーい。
二人とも他の人も入ってるんだからそっちで暴れないでよ。すまない。すっかり忘れていたでござる。まったくもう、公共の場所なんだからね。普通に入るか。そうするでござる。I had to wash off before I could get in the bath, but even the shower water was wonderfully refreshing. For some reason, Jack washed off in the corner, I decided not to ask. I rubbed the bar of soap I brought in my favorite washcloth until it worked up a lather. Some might think it was too much lather, but I like it that way. Yamato-kun! What happened? Is there something in there? There's a soap in there, but does anyone have it?ここで売ってると思ったからつい。リンちゃんたちは忘れちゃったみたい。 So they did all manage to meet up. I'm glad they were all getting along. 安い設計はダメよ。逆にお肌を傷つけちゃうんだから。安心してください。実家から送ってくれたやつなんで。少しだけ貸してくれる？後で返すから。風呂から上がるときに渡してくれればいい。今から投げるぞ。いつでも大丈夫だよ。じゃあ行くぞ。ト I tossed it. It fell. 飛びました。わざわざありがとうございます。気にするな。遠慮なく使ってくれ。 It sounded like they were having fun. This sort of exchange is part of the appeal of the public bath, but I really wanted to get in the water. 言い忘れていたが、俺がよく使っている石鹸だが、問題はないのか。I guess I'll have to censor this a little bit. Why are you jealous?You shouldn't trust statistics too much. Where would she?I hope not. ブラをつけるかつけないかの時が一番大変なのよね。服に擦れるし、視線は気になってくるし。うん、最初に一人で買う時は緊張したの。成長が遅い子もいるから今は気にしなくていいわよ。それにほら、リンは守りたくなるような感じだから今がベストじゃない？そうかもしれませんけど、やっぱり小さいよりは。私は試したことがないけれど、好きな男に揉まれれば大きくなるって言うわね。 That's just an urban legend. 好きな男性に。好きな
誰を想像したのかしら。私は別に何も。黙秘権を行使します。 The fifth?At least she's honest. 若いわね。じゃあそのういういしさにエッセンスを加えてあげるわ。エッセンス？何を聞くか。体が不思議と熱くなる特製マッサージ。せい！ふぅ、ヒルコさん、やめてください。マッサージなんてしなくていいですから。Plonk? What's that supposed to mean? Let's find out next time on Echo Dengeki Striker. Thanks for watching, and until then, goodbye!